青木美沙子です。みどりです。あきらです。今回私たち3人がゴシック&ロリータバイブル市場から飛び出してベイビーザスターズシャインブライトとアリス&ザパイレーツの可愛くてかっこいいお洋服の数々やロリータライフには欠かせないあらゆる情報を満載でお送りします。さて、ここはゴシック&ロリータバイブルの撮影現場。ベイビーとパイレーツの新作のお洋服の撮影をしています。いつもこんな感じで写真を撮られているんですよ。趣味はお買い物が大好きなので、本当休みがあれば原宿に買い物に、もうそれが趣味でありストレス発散なので、自分の運命のお洋服に出会えて、それを試着して、あ、これ可愛いって思えた瞬間が一番幸せで、そういう時は試着室で着て、そのままこれ着ていきますって言ってそのまま着てっちゃうこととかも結構多くて、原宿はもうほぼ明治通り沿い、ラフォーレとかあの辺にお店がいっぱいあるので、その辺をうろうろうろうして、私スターバックスが大好きなんですけど、明治通り沿いのスターバックスでお茶してることが多いです。私たちのメイクを担当してくれている並木昭雄さんは、お人形のような顔を作るメイクの第一人者として、雑誌ケラやゴシック&ロリータバイブルなどで活躍しています。まず最初に今ファンデーションを塗ってある状態で、これから影をつけていきたいと思います。まぶたの際から目尻に向かってこうぼかしていきます。目の下も、眉頭の下、あとこの鼻の眼鏡のこう当たるところ、これがベースで、次はアイシャドウ、色を入れていきたいと思います。ジルスチュアートのピンクを上まぶた全体にこうアイホール全部に薄く、目の下にも。続きまして、ちょっと一個暗い色、今度目の際から上にアイホールの真ん中ぐらいまでですかね、順番に伸ばしていきます。次はアイラインを目の際にまぶたに沿って、これ目の形に沿って入れて、まっすぐ目を開いていただいたまま目尻をちょっと伸ばす。で、今度インラインって言って、ちょっと粘膜の内側にも塗ります。さっきの4色の中で一番この暗い色、これをこの黒のアイラインの上からもう一度塗ります。あと下のラインも目尻のだけに。で、続いて一番明るい白っぽいやつを目頭の際にと涙袋、目の真ん中ぐらいまで入れます。まつげは2つ使いたいと思います。目の幅に合わせて少しカットします。これがベースのまつげになります。で、まつげをつけた後にビューラーでまつげの根元を1回だけ挟んで、根元1回だけ折る感じで。続きまして、クロスしてるつけまつげをまず真ん中で半分にカットします。で、この毛の短い方もちょっとちょんいっちゃって、目尻に垂れ目になるようにつけます。目尻がこうちょっと垂れ下がってヒュッと長くなって、お人形さんのようなドールアイになります。さらにそのつけまつげを強調するために、上からまつげにマスカラを塗っていきます。そうしましたら、もう一度リキッドのアイラインでまつげのつけたとつけてないところの境をこうラインでつなげちゃいます。で、最後に内側の粘膜のところをペンシルで黒く、今度はマックのシェードで頬骨からこう顔の輪郭に沿ってでいきます。その後に、これ色別に何でもいいんで、好きなピンク系の色を目の下のこの辺から、やっぱりちょっと広めに、目のまぶたの黒目の下あたりぐらいまでチークを入れまして、次は口紅をマックのシスという色をベースに最初に塗りまして、まずご自身の口紅の色をリセットします。で、その上から例えばこういうピンクを口紅の真ん中を中心にうっすら入れていきます。で、この時に上唇がちょっとはみ出す感じにすると甘い感じになると思うので、で、その上からグロスも上をちょっとはみ出させます。はい、これで美沙子メイクの完成です。
ず、ファンの皆さんが聞きたいところとして、読者モデルになったきっかけというのを一人ずつ伺っていきたいなと思うんですけれども、最初スナップからですね、ロリータの格好で友達と遊んでいて、そこをちょっと他の雑誌なんですけど、本格的に読者モデルとして出始めたのはヘアカタログのモデルとして、うん、はい、雑誌に出始めたのがきっかけです。その後こうゴシックロリータバイブルなどで撮影をするようになったのは何か、ケラの中のヘアページを依頼されて、はい、で編集さんとロリータするんですよねみたいな、じゃあ出てみるみたいな、ちょっと軽い感じで、みさこちゃんに会いたいんですよねって言ったら、もうじゃあ出ちゃいなよみたいな。私もスナップから、うん、最初は全然ロリータの格好とかではなくて古着とかを着ていて、最初ほんと小さく乗って、うん、でそこからその次の日ぐらいにもなんか読者モデルの撮影って言われて、で撮影がもう完全にロリータだったっていうところで、同じくスナップで声をかけられて、はい、で読者モデルやってみないかというお話をいただいたので、うん、やってみようか。こんな感じです。一番最初に描いたみさこちゃんがはっきりもう2つしかない、医療と洋服、うん、そうですね、やっぱり本当お給料のほとんど洋服に使うぐらいなので、はい、お洋服が本当に大好きで、もうストレス発散だし癒しだし、まあ、趣味でもあるので、まあ、お洋服、特にロリータのお洋服とか可愛いお洋服が好きなので、お洋服が半分と、あと看護婦の仕事もしてて医療物が大好きなので、本読むにしても漫画読むにしても、あとテレビも全部医療系のテレビは欠かさず、ドラマもだいたい見てたり、フェチなんですね、多分医療フェチとか見るともうやばいし、なんか電車の中とかでも人の血管とか見てるの大好きな、血管とか言ってるのだからちょっと血管出てる男の人とかかなり燃えちゃう感じなんですけど、はい、私はですね、食欲、大体4つが同じ、食欲、睡眠、漫画、アニメ、ゲーム、妄想が4つ同じぐらいの割合で、ちょっとロリータもともとロリータのお洋服っていうのはちょっと着てたりしてたんですか？はい、あ、もう着て原宿で友達とお茶したりしてましたね。ロリータはお友達がいると楽しいよね。そうなんですよ、とか最初いなかった時はもう本当にちょこっと着て出かけて、うん、そわそわみたいな、恥ずかしくてすぐ帰ってくる、かわいい、かわいい、どうしようみたいな。で、まだなんかまだみのちんが読者モデルやる前は丸いワンのお茶会に、そう、普通にお客さんで来てた、みさこちゃんこっち向いてみたいなカメラ構えて見てたんですよ。その時のね、写真とかお兄ちゃんに見せてちょっと気持ち悪がられたり、壁があったところ、壁があったこだわりはないですね。鏡にその日に見た時に良ければよしみたいな、うん、結構何でも着るからね。サバみたいになってる、サバって何？サバファイル、サバだった、サバファイル、サバがサバボールのベストを着て、すごいなんだっけ、キラキラの、うん、全部銀で、銀の T シャツを着て、すごい目立つ、サルパンツを履いてた。その人が空港で遠くからこう手振りながら来るもんだから、あ、閉めたら、光り物だって。ひどい。これから読者モデルになりたいなっていう、みんなのためにアドバイスを一人ずついただきたいんだけれども、あきらちゃん。はい。自分らしくおしゃれを楽しんで、原宿とかをねうろうろしてればもしかしたら読者モデルになれるかもしれません。みんな頑張ってください。私たちもそうだったんですけど、やっぱり原宿っていう街はやっぱファッションの聖地みたいなところだと思うので、その辺をこう自分の可愛いと思えるファッションで歩いていれば、もしかしたらひと砂で
テラに乗れるかもしれないので、そこからきっかけで読者モデルになる方も多いので、ぜひぜひ原宿を歩いてください。みんなと同じなんですけれども、やっぱり、ね、基本はスナップからだと思うので、コスドリバイブルとかケラだったらケラスナップが地方でもやっているので、もしかしたらそこから声がかかるかもしれないので、皆さんもう自分のこれだって思うスタイルで気合い入れてスナップされに原宿などへ行きましょう